ートで作る一番簡単なハート入りミサンガの作り方。長さ 100cm の白い毛糸4本、ピンク毛糸2本、全部で6本の毛糸を準備します。端から 20cm くらいのところをマスキングテープで留めます。真ん中と一番端っこもマスキングテープで留めておきます。準備完了。毛糸を3本ずつに分けて真ん中の糸から編み始めます。左側の糸を右側の糸の上に4の字に重ねて、左手で交差した糸をつまんで押さえます。右手で下の糸を引き抜いて、左手で軸になる糸を軽く手前に引っ張り、右手で糸をマスキングテープのところで結びます。もう一回同じ編み方で編んだら1目完成です。2回目は真横に軽く引っ張って結ぶと編み目が綺麗になります。2目目、3目目は真ん中から右側に進んで1目目と同じように編んでいきます。2目目も編んでいます。3目目、1段目右側半分が編めました。1段目左側も編んでいきます。左側は逆4の字で左に向かって編んでいきます。右手で重なっている糸を押さえて、左手で下の糸を引き抜いたら、右手で軸になる糸を引っ張って、左手でマスキングテープのところで糸を結びます。2回編んで1目完成です。左1目目と同じ編み方でもう1目編んだら1段目完成です。2段目は右に2目4の字で編みます。2段目右1目目、2回、2段目右2目目、1回、2回、一番端の糸は編み方が変わります。右端の糸を上にして逆4の字で内側に向かって編んだら、2回目は4の字で外側に向かって編みます。2段目右側が編めました。左側を編みます。逆4の字で1目編んだら、一番左側の糸を1回目4の字、2回目逆4の字に編みます。1回目、15cm ほど編みました。ミサンガを裏返してマスキングテープで留めます。両端を三つ編みにしていきます。糸を2本ずつ3つに分けて編みます。左手の中指で真ん中の糸2本を下から持ちます。右端の糸を上から持ち直して、左手を返して左端の糸を真ん中、右端の糸の間に入れます。右手中指で糸を取ったら、左手親指と人差し指で糸をつまみます。右手を返し右端の糸を糸の間に入れます。左手の中指で糸を取ったら、右手親指人差し指で右端の糸をつまみます。左端の糸を手を返して糸と糸の間に入れ、右手中指で糸を取ります。あとはこの手順の繰り返しで糸端まで編んでいきます。糸端まで編めました。糸端を左手人差し指にくるっと巻いて肩結びをして、糸端をハサミで切って揃えます。同じように三つ編みして肩結びをします。ハート入りミサンガが完成しました。